2日目6日目2次予選を走る宿口陽一選手です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回初日走レースで、まあ、かなり余裕を見せて1着を取ったのかなというふうに思ったんですけれども、そうされてご自身のコンディションいかがですか？ちょっとここ来る前に体調を崩してしまって、まあ、ちょっと正直欠場も考えたところあるんですけど、まあ、日に日に体調が良くなってきて、まあ、今日も結構足余裕があったので、まあ、ちょっと最後抜きに行くのが下手で、もしかしたら勇気をさせてないのかなと思ったんですけど、まあ、前に刺さってたので、まあ、良かったです。今回、地元勢がみんな2次予選に勝ち上がってっていう形ですけれども、そのあたり、宿口さん自身はいかがですか？いやもう本当、埼玉勢みんな勝ち上がって、本当すごいいい流れになってると思うんで、すごく雰囲気がいいと思います。では、明日6レースが、2次予選の始めになりますけれども、明日、酒井陽選手との連携になります。イメージはいかがですか？もう酒井君はスーパーダッシュのイメージがあるので、とにかく踏み出しを集中してしっかり突き切りたいと思います。ありがとうございます。それでは2次予選に向けて意気込み一言お願いします。明日も1着目指して頑張ります。応援よろしくお願いします。